じゃあ来た来た来た。今来た。おお。おはよう。どうも。すごいよね、串焼き屋さんだってよ。串焼き？うん、串に野菜と肉巻いて焼いて食べる。営業許可書取れましたね。青連邦ですね。あれ、あの4月11日正午ですね。ほうほうほう、いい感じですね。東北新幹線白石蔵王駅です。こんな感じですね。営業日は水曜と日曜日12時から。水曜日は午後からです。午後から3時ぐらいからです。日曜日は12時ぐらいから。日曜日は12時からです。はい、なくなり次第終了ですね。わあ、うまそう。店の名前は串焼き翔です。翔くんです。おやすみ。紹介してください。これはえのき巻きです。えのき巻き。こちらは小ネギ巻きです。小ネギ巻き。こちらはレタス巻きです。レタス巻き。ピーマンです。ピーマン。はい、で今日はアスパラの豚巻きです。アスパラの豚巻き。サービスでアスパラ肉巻きですね。で1000円ですか、税込み。はいですね。初の激戦で。美味しいですね。うまいに決まってるわこれ。ボリューム満点ですね。クールはこれ。アンセスト。そんな感じなんですよね。こんな感じで低温で。ああ、いい感じでいいですか。はい。はい、うちもあの私以外は全部女の子で。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。またよろしくお願いします。お気をつけて。こんな感じです。これでワンセット税込み1000円です。はい。こんな感じですね。それではこちらレタスの肉巻きでしたっけ？そうです。はい。いただきます。うん。美味しい。
うん、食べ応えありますね。うん、美味しい。串焼き賞です。よろしくお願いします。お熱バックシガン。熱お、りょうたくんですね。シンプルにも程がありますね。訂正です。こんな感じです。ワンセット、えのき肉巻きとレタス肉巻きとすりむねぎの肉巻きと焼きプチトマトとピーマン、ちくわにチーズと大葉が入ってますね、とジャンボアスパラですね。これでワンセット1000円です。